今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回はフグとそしてハムの専門店丸井さんに伺いました。こんにちは。あ、こんにちは。はい、お話伺いますので、はい、田中明さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フグがいっぱいぶら下がってます。そうですね、はい、ちょうちんです。フグの季節ですねそうですね、もう12月になったらもうだいぶ白子も大きくなってきて、まあ、はい、フグの季節ですね。ちょっと説明していただけますでしょうか。はい、はいはい、これが鍋ですね。まあ、一般でいうてっちりする部位なんですけども、はい、頭から釜のとこから、まあ、一式入ってますね。まあ、焼いてもたり、唐揚げしてもでも、おいしい、大丈夫な部位ですね。網でこう、はい、種つけながら、美味しいですね。本当に焼いてもらうと美味しいですね。はい、はいはい、そしてこの白子はどのように。そうです。もう白子もね、やっとこれぐらいの大きさまでなって、はい、もうこれぐらいの大きさまでなって、まだ小さいんですけどね、はい、これからもう少し二回りほどになると、まあまあ、いい方になるんですけど。そうですか。やっぱり寒くなると、はい、大きくなったりとか、そうですね、味が増したりとか。まあ、そうですね。もう少し大きくなると、まあ、立派な形にはまあなりますが、立派な形になります、ね。そうですか。まあ、ちょっと小さいですけどね。はい。そしてこれは私初めて拝見するんですけども、はい、それ焼きフグ用の身ってあるんですか。そうですね、それは焼きフグ、うちでも焼きフグ用として、まあ、出させていただいてるんですけども、はい、身の皮なんですよ。これを引かないと鉄砂が、まあ、引けない。外の皮と内の皮とその次の3枚目の皮ですね。いいよ、はい、それちょっと身つけておろしてますので、もう正味は骨なしでそのまま焼き肉で食べていただいたら美味しいです。はい、フグはこう隅から隅まで味わうことができると。そうですね、はい、もう渋いばっかりなんで、はい、はい、そして憧れのテッサです。そうです、これが、まあ、一般的テッサですね。まあ、うちの定番です。はい、まあ、とりあえず大きさはこれで揃えてるんですけど、まあ、注文の場合は大きいお皿も出してますので。ああ、はい、そうですか。こうちょっと宴会形式になると、もっと一回りも二回りも大きいお皿。そうですね、もうだいぶ大きめの皿で引くんですけども。あ、そうですか。はい、そのようにもしていただくということですね。はい、そうですね。はい、そして、向こうにはヒレ。そうですね、ヒレ酒用のヒレ。これはお家でもできるんでしょうか。そうですね、もう簡単にしてもらえると思うんですけど、やっぱりちょっと難しいって、はい、言わはる方が多いんで、もううちではもう焼いてしまって、そのままコップに1枚入れていただいて、あったかいに入れていただくだけに、はい、の状態にしてます。わかりました。はい、はい、皆さんもぜひ、今日はヒレ酒でいかがでしょうか。はい、体温めてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。